霊安室じゃないよな。怖いこと言わないでよ。エッジさん、これはコールドスリープです。コールドスリープ？理由までは分かりませんが、彼らの大部分はここで眠っているのでしょう。だからこれまでカルディアノン人をあまり見なかったのね。寒いのよ。へい、寒い時は体を動かすのよ。痛いのよ。もう一体何なのよ。ねえ、どうしたの？これはレムリックで戦ったトカゲ人間。カプセルから出て変質したのか、それとも中で変質したのか。これはレムリックの時と同じ状況なのか。なんだ？こちらに近づいてきているようです。別の通路から行こう。無用のトラブルは避けたい。さ、リムちゃん。分かったよ。